フジテレビネクスト、フジテレビネクストライブプレミアム、フジテレビネクストライブプレミアムは、フジテレビジョン総合開発局メディア、開発センターペイ TV 事業部が運営する、CS 放送チャンネル、フジテレビ2ネクストの一つである。スカパー、プレミアムサービス、衛星一般放送事業者は、スカパーエンターテイメント、スカパー、衛星機関放送事業者は、サテライトサービス、 スカパー。プレミアムサービス校、ケーブルテレビなどで視聴可能である。本校はインターネットによる、ストリーミング配信サービス、フジテレビネクストスマート、フジテレビネクストスマートについても触れる。2008年4月1日、民放キー局主体での CS による、初のハイビジョン放送チャンネル、フジテレビ CSHD、フジテレビ CSHD 以下、CSHD として開局。 2009年3月31日までは、キャンペーンとして、スカパー、HD 契約者、及びスカパー、E2、弦、スカパー、にて、フジテレビ721、以下721、フジテレビ739、以下739の両チャンネルの契約者でれば、無料で、視聴可能であった、E2 基本パック、弦、スカパー。 基本プラン契約者は721、739両方が見られるため、無条件で視聴可能。一方、E2 のプロ野球セット契約者は、プロ野球中継のみ視聴可能だった。大半の番組は721.739とのサイマル放送で、その場合、721.739では、番組開始前に、この後の番組はスカバー。 HD の613チャンネルスカパー。E2 の306チャンネルではハイビジョンで放送しますと、案内 CM が流れることがあった。2009年4月1日、フジテレビネクスト、以下、ネクスト2チャンネル名を変更するとともに有料化。スカパー。SD 及び e o コーテレビや JCOM、JCN といったケーブルテレビ局での放送を開始した。 従来721で放送されていた、会1や K1 の生中継、739で放送されていた海外サッカーや競馬番組などが、ネクストに移行している、競馬番組は、フジテレビ2ドラマアニメ、以下、2に再移行してたが、2012年4月1日から、フジテレビ1、スポーツバラエティ、以下、1に、再再移行された。 2010年4月23日には、同チャンネルにて、フジテレビ初の 3D ハイビジョンによる番組、アリス 3D を放送した、同局のお得みによる制作。この際、この番組の冠スポンサーであるパナソニックによる、日本初の 3D ハイビジョン CM、プロゴルファーの石川遼が出演も放送された。2010年10月より、IP 放送の光 TV に配信開始。 2012年4月1日より、フジテレビネクストライブプレミアムにチャンネルを変更。主にコンサートや舞台中継を中心に、スポーツ中継のうち、J リーグカップ分スリーガーといった主要サー、大会、フォーミュラワン世界選手権制中継などのライブコンテンツを重視した編成を実施する。2012年6月5日より、スカパー E2 のチャンネル番号。 306CH309CH 30とネットワーク変更 CS1CS2 が行われた2012年9月28日スカパーにおける機関放送事業者をスカパーエンターテイメントから富士メディアホールディングス市会社のサテライトサービスに移管ワンツーと一体して配信を行うこととなった同日付で、ワンツーの2チャンネルを ハイビジョン放送に移行した。2016年12月1日、スカパー。プレミアムサービスの衛星一般放送事業者が、スカパーブロードキャスティングから、スカパーエンターテイメントに変更。午前6時を起点とした24時間配信である。CSHD 時代、721.739と、サイマル放送されていた番組は除く。 競馬関連番組番組は2010年1月より2へ移動した。2014年3月14日からサービスを開始したインターネットを利用したストリーミング有料配信のサービスである。本サービスは当チャンネルの番組をそのままインターネット接続が可能なパソコン、タブレット PC 含むスマートフォン対応携帯電話でも同時に配信するもので、フジテレビオンデマンド スカパー。オンデマンド、ニコニコチャンネル、2014年10月1日開始の会員を対象に提供する一部著作権利の問題で配信できない番組もあり、その場合は別番組への差し替えとなる。また一部の番組については見逃し配信サービスも行う。富士テレビは地上波、BSCS に次ぐ第4のテレビ局の位置づけをなしている。なお、スカパー、スカパー。 プレミアムサービスの会員登録をしており、かつ、フジテレビネクストの視聴契約を結んでいる人は、スカパー、オンデマンド ID 登録をした上で、無料視聴することが可能。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。